正門入ってすぐ右側にあるのが14号館です。14号館1階には入学広報部があります。ここでは入学者選抜に関する情報発信や進学イベントを行っています。7号館は14号館と地下でつながっており、地下1階には学生食堂、通称地下7食堂があります。青山キャンパスには17号館にもう一つ17食堂があるのですが、比較してみると地下7食堂はボリューミーな食事が多く、お昼時でも座席の確保をしやすい印象があります。私のおすすめは油そばです。シンプルな味ですが、タレが麺とよく合い、ボリューミーでとても美味しいです。また2024年には17号館2階のグローバルラウンジと3号館1階のチャットルームを7号館1階に移転統合し、インターナショナルコモンズとしてリニューアルオープンしました。ゲームの貸し出しも行っており、大学生と留学生で気軽に楽しく国際交流をできる場となっています。チャットルームでは学校内で気軽に無料で外国語の会話を楽しみながら学べます。学べる言語は英語、韓国語、フランス語、留学生向けの日本語などがあり、私もフランス語のセッションに参加したことがありますが、実際にフランスからの留学生と会話し意思疎通できたときは非常に嬉しく、チャットルームがフランス語を学ぶ上でのモチベーションの一つになっています。